えー、太郎です、えー、皆さんこんにちは、えー、今回6月ボックスの、えー、商品を、えー、選ばさせてもらいましたでこれから、えー、6月ボックスの箱の中身を紹介していきたいと思います今回6月ボックスは8商品になってますベースとして和のもの日本っぽいもの、えー、を選びましたじゃあ早速、えー、紹介していきたいと思います まずえっ、ー、とこちらですね。これは、えー、筆箱になります。で、京都のものになってハンドメイドで全部作られてます。えー、これは悠然筆箱といって京,京物、京都の物の京物って言うんですけど、京物の中の、えー、伝統的なデザインです。で、色カラーは多くあるんですけど、その中で その中でもすごく素敵な魅力的なものカラーデザインのものを選びましたなので全部あのバリエーション違うんですけど、まあ、手に取って喜んでいただけるかなと思ってますで長さもしっかりとした長さがあるので、まあ、筆だったりでこの生姜堂さんは、えー、と書道日本でいうと書道ですね筆で、えー、文字を書く書道 そういったものの和紙製品を作ってる会社で、えー、昭和39年に作られてもう本当に伝統的な伝統的な会社になってま,すまあ筆箱なんですけど小物入れとしても使えるものになってるかな、はい、すごく綺麗で色も鮮やかでデザインもすごく綺麗かなと思ってますでこれを作って もうヶ月まあ、これも全部一つ一つ手作業で作っているのでえっ、ー、と本当に出来上がるのに、えー、注文してから、まあ、選別して注文してから12か月は、えー、届くまでにはかかってます全部本当にハンドメイドで作ってもらってますで同じく生姜堂さんから来たこの和紙テープですねでこれは一つ一つこれもパッ,キパッキングされてますまあ見た目もすごく和っぽいというか綺麗でされてますね 和紙テープですこれ使いやすいシールタイプ幅2センチの長さ5 8ンチですでこれシールタイプになっているので、えー、切って調整できたりなんだいろいろ使いやすいようになってますでこの,もこの柄も友禅柄といって、まあ、すごく赤と、えー、ゴールドとこれネイビーかなパープルかなブラックかな っていうぐらいあの三色で綺麗になってます。これも欲しいですね。はい、和物です。でまあ和と言ったら筆ペンです。これは新しい新商品なんですけど、硬質硬い筆先です。なので強弱も自由につけられて、まあ書きやすいものです。何か手紙を書くときとか、はがきとか日本だったら年賀状とか書くときとかに。 よく使うのがこの筆ペンになってます。あとはこれはま筆先が硬くてまイラストとかなんかデザインとかイラスト描くときも使えるようなものになってます。くれたけですね。くれたけ。ワシクラブさんからの一筆線です。でこれはシッポスツバキっていうまあツバキですね。花ツのこの花も。 でこの「椿」という意味は、えー、と花言葉があって円満財産繁栄が途切れない途切れなく続くということを表しているという、まあ、そういう意味合いもあるものですこれは「椿」というものですねで、えー、と今回これは、えー、と2種類用意してますでもう1種類は、えー、と緑色なんですけぐりえー、緑色の一筆線です で南天という花になってますで意味合いとしては南天というのは南が天ずる、まあ、庭に植えると家が栄えるとも言われて古くから愛されてきた植物ですそういったデザインのものも用意しておりますどっちもすごく綺麗で綺麗ですで次に、えー、紹介するのはこの付箋です ありがとうというまあ、おもてなしの心,心を伝えるのし付箋ですのしっていうのは、えー、まあ、日本では、えー、伝統的というか、えー、大切な時だったり何かイベントごとにこういう紙を、えー、書いてまあ、貼ってお渡しするっていうのが、えー、習慣になってますそれの付箋のバージョンです 何か大切な人だったり感謝を伝えたい人っていう人にえっとここにまあ自分の名前を書いて何か手紙だったり物に貼ってお渡しするとすごくまあおもてなしの心が伝わるんじゃないのかなと思ってますなのでこれ選びましたこういう感じ例えばこういうふうにコーヒーカップコーヒーがあって。 カップじゃないなコーヒーがあってそれに貼ってお渡しするとまあ、その人の気持ちがすごく伝わりやすいものになってますぜひ使ってくださいえ次に紹介するのがこの和紙シールですこれは、えー、まあ、日本らしさ日本の昔の本当に自分のおじいちゃんおばあちゃんたちが遊んでたようなおもちゃが、えー、シールになって 紹介されてますすごくかわいいというか綺麗というか色合いも綺麗で是非これもし、えー、知ってもらいたいなという思いで、えー、紹介してます入れました、はい、で次に、えー、とボールペンですねジェットストリームこれは、えー、とすごく僕が好きなボールペンの一つです基本的に僕は0.3とか 細いものが好きなんですけどこれ選んだのは0.7ですこれはもうめちゃめちゃ描きやすい汚い字でも綺麗に見えるぐらい例えばあの0.5の、えー、と他のボールペンで書くと汚く見えるんですけどこのペンで書くとすごく綺麗に見えるというかまあ滑らかで描きやすいので紹介してますこれはもう何本も持っててもいいかなと思ってます僕の友達これは 78本ぐらいカバンに常に入れてる人もいるぐらいです是非これ使ってくださいで次にこちらですねお魚コースターこれ雑貨です、えーまあ、日本っぽいもので、えー、かつなんだろうな面白いものっていうところでコースターを入れましたこれは魚の感じをモチーフにしたフェルトコースターです これは寿司って書いてます、えー、皆さん多分寿司っていう言葉知ってると思います日本って言ったら寿司実は漢字はこういう漢字を書きますそれのコースターですで、素材はフェルト素材って言って、えー、吸水性とか速乾性に優れていて柔らかい素材なので落としても傷つく心配はありませんということでまあ、面白いものでかつまあ日本っぽいもの こちら紹介しましまた、はい、今回はざっとこの8アイテムに8商品になっています今回は日本っぽいものをベースとして商品を選びました、まあ、こちらの筆箱和紙テープレフ線筆ペン一筆線あとはシール日本っぽいものですね あと僕が好きな、本当に書きやすいジェットストリーム、あとコースターです。この8商品で今回6月ボックス成り立っています。ぜひ、まえー、まだわずかですが、買うこともできるので、ぜひチェックしてみてください。以上になります。Thank you.